どうも、なおちんです。大の大冒険をやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は僧侶マームの理想的な記憶の絆のセットを紹介していきます。僧侶マームはヒーラー性能に全振りしていっていいと思います。まず一つ目はこれ、正義なき力、力なき正義ですね。魔法力とベホイミの回復量がアップします。ヒーラーならばベホイミの回復量は欲しいところですよね。で、続いてマダンガンの治療ですね。魔法力と HP が上がります。で、続いてうなれ真空の斧よ、同じく HP と魔法力が上がります。で、次、これが結構重要ですね。マームと共に HP と魔法力が上がるんですけども、マームが装備することによってポップとダイまで魔法力が上がります。これは絶対つけるようにしましょう。で、メガネをかけたドラゴンですね。ヒーラーに必要なHP、魔法力、防御力、すべてが上がりますので、かなりお得なやつになります。そして最後の一つは、間違いなくこれでしょう。聖母。魔法力と、HP 回復量、そしてスキル、慈愛がつきますね。慈愛スキルは、回復した仲間が、必殺ゲージ溜まりやすくなるっていう能力ですね。これで間違いないでしょう。はい、ということで今日は僧侶マームの理想的な絆の記憶セットでした。舞踏家よりも僧侶の方がおそらくね、使う機会が多いかと思います。もうね、ヒーラー性能に全振りして完全なヒーラーとして使っていくといいと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。